メガツマケメチャンネル、はい、なんか今日は近いね、今日はちょっと近めで、今日から近めで、今日から近めで、僕も近めで、うん、あ、自信があるから、自信があるから、自信があるから、なわけないでしょうが、なんの間これは。はい、ということでやっていこう、はい、はい、今日は何でしたっけ、ね、あのちょっと質問があなたにあるんですけど、はい、仕事を辞めるときって、うん、結構めんどくさかったり気を使わなくちゃいけなかったり辞めづらかったりとか、うん、怖かったりね、止められたりね、辞める、そう、そういうのことって結構悩みません、うん、多分一度は多分転職って結構される方多いと思うんですよ、うん、私も何回か転職して普通に、うん、なんかバイトもそうだし、うん、普通に正社員もそうだし、やっぱ辞めるときって結構なんか勇気というか、なんか自分だけの感じで動いていいものなのか、うん、でもあの人が頑張ってるしなとか迷惑かけるしなとかなると、なんかわーってなって、結構それもストレスになってる方も結構多いと思うんですよ、うん、ね、で、あの以前結構ブラック企業の話をしたね、あなたがしたじゃないですか、その場合の人もその体力とかが本当にやばいと、精神的に、でもそれでさらに辞める、そういうのストレスといったら、じゃあもう働いてた方がいいよこのままって思っちゃう方も結構いるんじゃないかなと思うんで、辞める勇気とか辞め方、おすすめの辞め方があったら、おすすめの辞め方、おすすめの辞め方とか経験のもとに、基本的にはね、あのね、それ DM でもこの前の動画、あのブラック辞めた方がいいってもう動画出すじゃんな、ね、うん、でその動画にね、めっちゃね、インスタとかね、あのツイッターで DM めっちゃいただいて、うん、でもね、あの実際辞め方が分かんないっていう質問多かったんだよね。そうですね、基本的には退職届を出せばいいんだけれども、まあそれは分かるね、もうね、なんとなくあのドラマの通りでございますよ、あんなもん書かなくていいけど、メールでいいんだけど、分かるんですけど、うん、僕はちなみに、あと多分タイトルに退職願いって書いた、あのメールを社長と部長と役員2人ぐらいに送った。どういうか文章で、退職願い、何月何日をもって退職させていただきます、他の業務については終わっておりますので、引き継ぎも終わっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。すごっ、怖っ、押すの勇気いるよね、あのめっちゃ覚えてね、あの新宿の、うん、新宿のあのブルーボトルコーヒーの前のスターバックス、新宿駅の、うん、分かる人は分かる、うん、ブルーボトルコーヒーの前のスターバックスで、確かクリスマスの次の日かクリスマスぐらいに押した。わっ、だから覚えてるってぐらいのあれでしょ、覚えてる覚えてる、押そうと思って押したの、ポチって、クリスマスやなーと思って、若干緊張した、え、若干緊張したけど、うん、押しても、はいって、なんか電話したり話しに行ったらなんか止められるやん、でもそれでも止められたから、けど、うん、だからまあ円満退職かは分からへんけど、僕の中では円満よ、そうそうか、うん、別に何のあれも、いやーすごい、私もちゃんと給料上げてくださいって言って上がらんかったからやめた。あ、そういう系なんだ、うん、その時は他からヘッドハンティングというか、まあちょっと転職の話があって、うん、で、そこの給料と、あーなるほどね、こっちの給料で、はぁはぁはぁ、そういうことか、同じや、あの業務条件同じにしてくれたら、うん、やめませんって言って、うん、要は業務量減らして給料上げろと、うん、ね、まあ倍ぐらいやってんけど、そうしたらやめないって言って、うん、でもそうできひんって言ったから、あ、じゃあやめますって、僕はね、多分少ないか、なるほど、なるほどなと思ってくださる方もいると思うんですけど、で、ね、本当にもうこの前話したようなブラックな人、うん、ブラックな人はとりあえず1個はテラハの社長に頼むっていうね、あーもう代行会社に、あ、もう代行会社に頼んじゃうっていうのが、私そっちの派だな、これね、あのね、ちょっとお金結構かかるんだけど、うん、いいと思う、それでもね、お金かかるの、どれぐらい、え、数万円かなんかかるはず、あ、私全然出しちゃう、全然出しちゃう、全然出しちゃう、で出しちゃうか、自分でやるなら、まあそのお金もね、もったいないから、自分でやるなら、とりあえずあのね、会社で2ヶ月とか書いてあるじゃん、書いてある、3ヶ月とか2ヶ月とかね、だいたいね、2ヶ月って書いてあるね、だいたいその2ヶ月後、今あのもう本当にもう明日会社に行くのが本当に辛い方、これ出すの水曜日だから、木曜日あの休みだわ、木金土日と休みだ、だ月曜日会社に行くのが本当に辛い方、もう本当に精神面でほぼなんか朝もう電車に本当飛び込んでやろうかなぐらいの気持ちになっちゃうようなぐらいの方って結構いるみたいなのよ、 DM でもいただくんだけど、そういう方はあのとりあえず今あのパソコン開いて、あ、 Gmail を開いて、あのとりあえず打って退職願いって、2ヶ月後ちょうどね、うん、何月何日をもって退職とさせていただきます、うん、押す、社長とかなんか偉い人、知ってる偉い人全員にポチッで、月曜日から有給、うん、有給を使う、とりあえず有給しようか、あのブラックの企業って大体有給使えてないから、うん、でも有給、そういうブラックの企業であればあるほど、なんかお前有給使うなんてどういうことだみたいなね、そうだよね、とかあるみたいな、そうだよ、だからもう有給って言って、有給ですって、あ、本当に迷惑かかるのがあったらあかんよ、
あの月曜日にすごく大事な会議があるとかだったらちょっとねそこだけ行った方がいいけど、うん、早退でいいからでね、有給です基本的には。で業務とかの引き継ぎはちゃんとしてね、その4日間あるし、うんうんうん、あのこういった業務は今こういう状況で、こういった業務はこういう状況で、こういった業務はこういう状況で、ここをこう引き継いでいただいたらいいと思いますみたいなのはちゃんとして、うん、まあ最低限迷惑かけないよな。まあ最低限ね、まあブラックの時点で、あのねよくねこれねちょっと話それるから後にしよう。はい、ちょっとあとやめていい理由がちゃんとあるのよ、はい、ちょっと後で話すね。はい、はい、でそれをちゃんとやった後にもうメール書くね、何月何日をもって退職、1ヶ月って書いてあったら1ヶ月ね、退職とさせていただきます。はい、今まで本当にありがとうございました、よろしくお願いいたします。まあ失礼はないわな。なんでポチッつって、あでちゃんと2週間まず残ってるね、有給残ってるのがあるから、うん、なんか多い人だったら20日ぐらい残ってるから、うん、とりあえず20日間は有給とさせていただきます。うんうん、でその後は1週間ぐらい経ってからお休みさせていただきます。その期間給料出ないけどね、うん、いやでも本当にそういうのって本当に辛いならなんかもう自分勝手とか思わない方がいいです。なんかそういうのって分かんないけど、うん、私はかもしだけかもしれないけど、うん、いやなんか悪いかなとか迷惑かけるかなとかって思う、多分だから辞められない人も多いと思うんで、いやこんなこと書いたら自己中かなって、うん、それがさっきね辞めていい理由なんだけど、まずブラックな企業であなたが本当に辛い状況でもう辞めたいもう無理だと思ってそんなことをするぐらいの気持ちに追い込まれているような状況って会社が悪いから他のメンバーは困るんだよ、うん、でも他のメンバーは困るんだけど、うん、それって別にあなたの責任じゃないから、わ会社の側の経営側の責任だから、僕も辞めるときに僕の持ってたプロジェクト飛んだのよ。それで今利益が結構下がるわけよ、うん、でも関係ないよね、会社側の管理の問題だから。僕はちゃんと言ったから、この給料で利益出ますか、そうなんだよね、僕の利益はこんぐらいです、この給料で利益こんぐらいの給料に上げてもこんぐらいの利益出ます、これ残しますか残しませんかって聞いてうやむやにしたから辞めた。会社側の管理の問題だから、うん、でもそうなんだよね本当に。もうそれを聞いて多分安心したり、うん、する人は結構多いと思う、うん、僕はちなみに1ヶ月、確かに2ヶ月行ったけど、でも普通に平然と言って、うん、もうあ辞めます。でも本当にね、今のことは聞いてあいいんだなって押される人結構多いと思う、うん、なんかやっぱ自分だけだと本当にこう迷惑かなとか絶対言われない、ね、私は悪い、この辞めるっていう選択肢は悪いとか、うん、中途半端とか結構そういう言葉が多分自分言われてないのかもしれないけどそう思われるんじゃないかって、うん、意外とね多分日本人ならではかもしれないんだけど、人の目を結構人の目とか人の気持ちを無駄に気にしたり、そうそう、まあでもいいんだけどね、そのね気にしてあげるのいいから、ちゃんと業務の引き継ぎとか大事だよね。そうね、でもだから本当に自分優先で別にいいんじゃないってから、そうそう、あなたの責任じゃないから基本的にその状況が、うん、だから逆に言ったら、うん、やっぱり経営者側とか、うん、先輩その上司とかはそういうべっていうかそういうのも含めて下の子を見てあげないといけないって思うね、うん、まあでも上司というか完全に経営側の問題だから人事、なるほど、でも上司もいじめてるかもしれない、あまあそういうのはね、でも上司をいじめてる、上司を取り締まれてないとかそういうやつを上司にしている会社経営者側の問題だから、あなたの問題じゃない、あなた一人でだってどうにもならない問題でしょ多分、あなた一人でどうにかできるなら別だけど多分どうにもならない問題だから別にあなたの責任じゃないからすぐ辞めた方がいい。でそうじゃない人、はい、そうじゃない人、もう普通の会社で、ね、なんかいい感じの人、うん、あなんか友達とか周りとか親とかなんかちょっと上の人とか誰に聞いてもあブラックではないと、うん、調べてもブラックではないこれは、それ合わないなってくれ、うん、ちょっともう嫌だな変えたいな仕事って人は、うん、とりあえず転職エージェントに電話しましょう、うん、いっぱいあるからリクルートさんとかね、で転職エージェントに電話します、はい、転職活動を先にします、はい、働きながらします、あなるほどなるほどなるほど、半休とか使ったりとか有給を使ったりして並行にね、はい、探します、会社に別に言う必要はないです、うん、で、うん、転職活動をして、うん、決まったら退職届を出しましょう、なるほど、決まってから普通にね、うん、で2ヶ月後ぐらいに退職したいんですが、それね決まってるから逆に進めやすいね、なんかそこでさ、そうそうそう、いやでもとか言ってもいやもう自分こう決まってるんでってもうなんか自分の中でこうすっきりする感じがもしかしたらあるかも、うん、まあでもそこで交渉もいいけどね一旦、あなるほどね、この給料で転職が決まりましてっていきなりもう、うんうん、でこの給料で転職が決まったんでちょっとこっちに転職したいと思うんですけど、この会社でここまで上げてくれたら
別にここに行ってもいいですよかもしれないじゃん、うん、給料の問題だったら。でもそういうのってやっぱり言えるようになった方が絶対にいいと思う。なんかそういうこと言ったらずうずうしかったりとかって思う方ももしかしたらいると思うんですよ。そんな給料上げてくださいなんて言うとか、なんかどういう感じとか思っちゃって言いにくいかもしれないけど、絶対に言った方が得ですよ。なんかね、日本のね人でね、よくねこういう相談とかを受けてると、同期とかにも今まで相談受けたことがあるのよ、うん、なんかね働かせてもらってると思ってるね、うん、会社に働かせてもらいただいていると。別にそういうわけじゃないよね、経営者が働いてくれてるし、うん、働かせてもらってるし、入ってたらお互いだよね。そうなんだよね。なので契約条件がお互い満足なら、うん、いい感じみたいな。彼女とかと一緒だよね、付き合ってもらってるわけじゃないじゃん。確かにお互い付き合ってるわけでしょ、お互いいいから付き合ってあげてるって思うけどね、あなたはね、うん、でも大体お互いいいから付き合ってるわけじゃん。確かに大体はね、うん、だからこれが条件が良くないならまあ別れるだけの話で。確かに確かに、そうです。仕事もね一緒かってこと、うん、だからね、迷惑かかるだろうとか、お前が辞めたらどうするんだとかね、うん、他の人に迷惑かかるだろうとか。確かに思っちゃいます。会社側の問題、会社の体制がしっかり、評価制度がしっかりしてないだけの問題で、あなたの問題、あなたその会社がどうなるかなんて基本的には社長の問題だから、あなたの問題じゃないね。そんなそんな入っただけで会社のなんか全部の問題はあなたの問題です、お前が辞めたらわーって言ったら、いや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 って困っちゃう困っちゃう、うん、だから基本的にはそれで辞めればいい。普通の人たちはちゃんと2ヶ月後に退職でね、なんか退職パーティーでも飲み会でもしてもらって退職するといいかなと思う。絶対転職エージェント先ね、はい、それがおすすめだと。探しながら、だって困っちゃうからね。確かに、あ来月からなんか仕事ないんですけどみたいな、困ってしまう。なるほどですね、っていう感じですね。いや、はい、勉強になりますし、勉強になります、ね、なるほど、頑張れます。ということで、はい、皆さんこのアドバイスいかがでしたでしょうか。よかったらやってみてください、はい、やってみてください、やってみてください、まあ、参考とか、あの生きる活力にしていただけたら、生きる活力でも本当にね、本当にもう辛くてやばいって人たちはね、一旦やめた方がいいよ。そのね、多分今の状態でやめても、あの何かしら病気になるから、うん、もうね、もう遅いんだけど、うん、もっとなるから、うん、ずっと続けてたら、はい、はい、ということで今日も見てくださってありがとうございまし た。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします、お願いします。バイバイ。喋ったね喋ったね。